ンドル部分の布、それから表布、裏布、これ全部芯を貼ってはみ出た端は始末しました。そうしたら次にこの型紙、この型紙をこのここをカーブにカットします。これをカットします。型紙を使って、この角ですね、これ。こちらがアップ、これがボトムです。下、上、下。この角をカットします。こうして印をして、こちらも。こちらが45センチ、45センチメーター、こちらが40センチ、こちらが40センチメーター、これをカットします。型紙に沿ってこれを4枚全部、これ表布の2枚、裏布の2枚、こちらも表布の2枚、裏布の2枚、カットしました。そうしたらこの下の方、ボトム下の方のこのマチ、ガセットですね、これもカットします。全部4枚、こちらもカットします。端にポケットを縫い付けました。このポケットはつけるとかつけないとかは選んでいただけばいいと思います。必ずつけなければいけないというわけではありません。つける位置ですけど、この下、この下側からちょっと3センチぐらい上、ただこのカーブのよりも5センチぐらい下、5センチとか6センチとか下にこのポケット口が来るようにつけてください。そうしましたら表布と裏布を縫い合わせます。中表に合わせて、このカーブを縫います。ここからそしてこう縫いますね。こちらも同じように、このカーブの方を縫います。縫いました。そうしたらここを、角をこのコーナーをカットして、この縫い代、ここの縫い代ですね、ここに、ここをアイロンをしておきます。袋に縫います。こういう風になっていますから、ここ
を縫います。ボトルとかお茶とか傘とか雑誌とかを入れるのにとても便利なので、このボトムレスポケットをここの時点でつけます。これも縫います。縫い代を割って縫いますね。
を縫っておきます。そうすると中でこの裏地がゴロゴロしないですね。表布のまちを縫いました。そうしたらこの返し口から返します。ここにステッチをかけます。ステッチ、ここにステッチをかけました。このグルッドとこちらのグルッド、そうしたらここを折ります。6センチ5ミリ、そしてここから2センチのところ、この端から2センチ、ここを縫います。ここにワイヤーが入ります。ここに2センチ縫いました。2センチ、2センチメーターですね。ステッチこうなってます。こちらも半分の折り、また半分の折り、そうしますね。このステッチをかけるんですけど、その前に口をかけました。ここ、ここと、ここですね。そして裏はこうなる。端から6センチ。こちらの端から6センチ。持ち手が縫えました。この持ち手をここに押さえながら、ここを全部ステッチかけました。ステッチこうですね。あとここもずっとステッチです。裏にしてこうして、ここを縫います。
このファスナー、この本がすごく硬いのでここで切ってしまいます。普通のファスナーを使う場合は中にこう返してそれ止めておいてください。ワイヤーハンガー、これダイソーで7本で108円でした。2本作りました。その前にこの底に底板を入れたい人とか牛乳パックとかジュースのパック、こういうのを利用して底板を31センチの10センチですから、これはこう折り曲がる方、こういうふうに折り曲がる方ですね。これをまず仮に入れて、そしてこれ今度こっちにこう入れる、こっちに折れる方に同じですね。次はこれ、これを止めて、しっかりしたらできました。そうしたら両面テープを3箇所ぐらい入れて、そしてこの中に入れます。両面テープは上側についてます。そしてテープ通して、このこの裏布が収まるように、綺麗に収まる。この場合はここの開け口は手でまつってください。作ったこのワイヤー、これを中に入れますね。はい、そしたらここ手でまつります。ここもまつります。